どうも、かきこチャンネルです。そうです。まあ、ちょっと僕個人の話にはなっちゃうんで、知らない方もいらっしゃるかと思うんですけど、本日19時ですね、先ほど、ジャイキリの方で動画が上がっております。ジャイキリっていう YouTuber さんね。はい。まあ僕の友達でもあり、いつもお世話になっている方々なんですけど、うん、まあそのジャイキリの動画を見ていただいた方はわかるかもしれませんが、まあ YouTube をやめますというタイトルで動画が上がっております。うん、はい。で、まあ結果的に、まあ結論から言うと YouTube はやめないんですが、はい、来年の3月までに登録者10万人いかないと、僕らやめますというような話で、はい、動画が終わってるんですけども、はい、実は僕もジャイキリのメンバーとして実は育成契約でしょ。まあそうね、兼任みたいな感じだから、まあ毎回はいないんですがたまにいるっていうような感じのメンバー、まあ一応4番目のメンバーとして、まあちょっと僕はこの話実は聞いてなかったんですけど、あ、そうなのね。はい。まあちょっと動画見てびっくりしました。まあジャイキリが来年の3月までに登録者10万人いかなければ YouTube をやめますと、うん、うん、ってだね。いう話なんですけど、うん、すごいね。まあ俺は別にやめないので。え？え？あ、そう、あの3人がやめるって話？あ、そうですよ。あ、お前やめないってこと？待って、ジャイキリはなんかその28歳はもう転職しながらやってないと女はいけないみたいな話、仕事しながら YouTube やったりとかとかね、うん、年齢のこと言ってました、ね、そう動画で話してましたけど、うん、まあ、俺30歳で無職やってるのではい、うん、こんな風にはなりたくないということですね。ジャイキリはまあ一応ジャイキリのチャンネルを守る、覚悟はできてます。はい、あ、だから来年の4月以降は勝俣のソロチャンネルとになる可能性もまあありますと、いうことだけはちょっと皆様にお伝えしておきたい。そりゃふざけんなという方もいらっしゃると思うので、まあ、もしねまだジャイキリの登録をしてない方、あ、お優しい、いらっしゃいましたら今すぐ、この動画を再生しながらジャイキリの、チャンネルに飛んでもらって YouTube チャンネル登録の方をしてください。ジャイキリの売りとかがそのさ、変なものをおすすめしてもしょうがないでしょ。うちの視聴者そんな甘くないからね。まあちょっと癖もありますしね。ジャイキリの売りをちゃんと言った上で登録してもらえる。まあ口はあんま良くないですけど、真剣に野球愛してる男3人なんで。野球めちゃめちゃ好きやね。はい。まあなんで野球、まあ僕ら見てる視聴者さんも野球好きな人多いと思うんで。うん、まあより僕らよりも、真剣に野球の奥深さを、理解できるチャンネルだと思います。奥深さ奥深さってじゃなくてですか、奥深さってなんだっけ、奥行き、それ山崎幸也、山崎幸也みたいな違いですか。ああ、そこの、まあ俺はなんかその3人ともかっこいいから、かっこいいね、うん、だからなんかアイドル売りしたらいいんじゃないかな。だから痩せた方がいいかもな、3人、海人君も、ゆうさくんも、やっぱ YouTube やる上でデブって見苦しいし、誰が言うてんねん。ということで、まあ率直な感想どうですか、カズマさん。まあ本当にジャイキリって、真剣に YouTube やってるグループなんで、まあ、結構うちが真剣じゃないみたいな。ちょ、言い方良くないな。デン以外ね、デン以外はちゃんとやってる。でもデンは寝てるだけなんでね、うん、まあなんでジャイキリチャンネルの方はね、僕も応援してますし、まあ、僕も10万人達成できるように協力したいですし、うん、っていうところで、まあ、頑張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ動画の方見てくださいと、はいはい、お願いします。そうね、チョゲさんはどう思いますか、今回も。まあ正直なとこで言うと、まあやるならやって、やめたかったらやめればって感じですね。めっちゃ興味ないや、めっちゃ人ごと。やるなら俺も本気で、ね、うん、応援するし、なんか勝負どころ AD みたいな、ディレクターみたいな、ね、全然協力もしますから、まあ過去もしてましたから、はい、やるなら俺も全力でサポートしますし、はい、別にやめるのが悪いことじゃないですから、はい、あ、もちろんそうですよ、やめるならやめるでいいと思いますし、はい、やるなら頑張ってやりましょう。まあまあ正論なんだけど、なんか腹立つな。じゃあ風間さん、最後にジャイキリの鍵を握っているのは誰になりそうですか。鍵を握ってるのは、優作。優作？優作。どういったところになってるんですか？なんかもう裏方に徹しすぎて、裏方極めようとしちゃってるんで、彼は。それちょっとあんま良くないなと思って。うん、やっぱ海人くんを生かすのも殺すのも優作くんだと思うんで。なるほど。うん。やっぱこれに関しては、まあ、ゆうさくくんの頑張り次第は、この10万に行くかどうかっていうのは大きな鍵になると思う。菅野と小林みたいなことなのね。そうですよ。小林なんて菅野の時しか輝けないんだから。そんなことないけどね。
まあ、今年は復帰してるけど。でもそういうことですから、カイトとユーサップっていう。そう。やっぱこれもバッテリーとの信頼関係みたいなもんなんで、うん、いいピッチャーでもいいキャッチャーがいない限りは何もね、うまくいかないですから。ユーサップ前にかかってる。俺はね、チアユーだと思う、ね。チアユー？あ、視聴者さんね、うちの。チアユー？うん。うちの視聴者さんだったのになんか今ではもうジャイキリばっか応援してる。本当だよ、なんか。俺は怒ってるよ、それ。アンチカイト君だったのに、そうそう。お母さんかっこいいとか本気で頑張るジャイキリ。なんか応援しかできないのが歯がゆいとか言ってたけど、大丈夫かきこく応援しろ、ほんとに。こっちもっとかよ、ほんとにすぐイケメンの方行きやがって、ほんとに。よくないよ、これは。あ、まあ、でも、チアユーがもっと広めてもらいたいね。あ、チアユーが悪い。ジャイキリが伸びてないのはチアユーが悪い。チアユーが悪い。特定の視聴者が悪い。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。